皆さんこんにちは。こんにちは。今日もギャラリー2渋谷店さんにお邪魔してます。今日はですね、私のようなシニアプレイヤー向け、はい、今シニアサッカー結構熱いんですけど、はい、そのシニアサッカーをやってるプレイヤーの皆さん向けにですね、はい、ちょっといくつか新井さんのセレクションでご紹介いただきたいと思います。はい、お願いします。でまず気になるのがこの後ろにあるメーカーなんですけど、はい、安田。そうです。いや暑いっすね。いやもうやっぱね、安田ってと僕ら世代とかね、先輩の世代もそうですけど、うん、結構一世風靡したね、はいはいはい、メーカー、うわ復活するなみたいな感じで話題になってましたけど、結構オンライン上だといろいろとね目にできるんですけど、リアル店舗で実際に履けるってなかなかなくないですか？そうですね、他のお店で置いてるところもあんまり多くはないと思うんで、ただここのギャラリー2だと、町田とか吉祥寺とか新宿いろんなところにも置いてたりするので、結構履けるかなとは思います。ね、あーいいっすね、暑いですね。実際履いてみたいって言っていらっしゃるお客様も多いんじゃないですか？インターとか見て来ていただく方も多いんですけど、あとはフラッと来た時にあれ安田ある、あれ安田ある、あれ安田あるっていう、あーいいですね、ちょっと年齢層高めの人たちがこれやばい暑いってなって結構履いてあーいいですね、着れる方は割と多いですね。あれここにスポーツ専門店あんじゃん、うサッカーコーナーあんじゃん、行ってみよう、安田あるよ、やばくない、熱って感じですか？そうです、まさにそんな感じです。仕事帰りとかにさらっと来て見つけちゃってうわってなってビビッと来て買っちゃうっていう人は結構何人かいますね。なるほどね。じゃあもうちょっと今日はこの安田も含めてね、はい、いろいろとシニアプレイヤーの皆さんにお届けするようなシューズ選びご紹介いただきたいと思います。じゃあ今日も楽しくよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ新井さん、シニアプレイヤー向けのシューズ選びよろしくお願いします。気になる安田から履いてみたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。でですね、リガレスタプロ X、 これはまあいわゆるリガレスタプロとプロ X のありまして、まあ、こっちの方がちょっと値段的には少しお買い得な方にはなります。これトップモデルってやつですね。これが、こっちの方がトップモデルになります。あ、 EX がついてる方がいわゆるミドルモデル、そうですね、ちょっと一つ下のやつ、下の案件になります。わかりました。これはこういう場合って、はい、あれですか、トップから履いた方がいいのか1個下から履いた方がいいのかどっちがいいですか？好みですけど、個人的には下のモデルから履いていただいて、やっぱり上の後にっていうのがいいかなとは思いますね。そうですよね、トップ履いたら結局やっぱり最初のイメージがそれが強いと思うんで、これでいいじゃんなっちゃいますもんね。そうですね。じゃあちょっとぜひそのおすすめのはい、はい、じゃあちょっとこのプロ EX ですかね、はい、はい、こっちから履かせていただきたいと思います、はいはい、これ安田のシューズの特徴って何かあります？やっぱりもうクラシカルでシンプルってところで、かつまあとは昔からのカンガルーレザーっていうのがあるんですけど、あとはアウトソールの部分がもう本当に見ていただくと裏側の、うん、白いプレート、うん、本当にこれは最近では見ないようなデザインなので。そうですよね、これね、このちょっとクリームっぽい色っていうのも結構世代の人たちにとってはやっぱりこのカラーリングといいグッとくるんじゃないかなって感じですね。確かにもう僕からするとこれ懐かしいになるんですよ、ね、そうですね、新井さん世代からすると何これですよね多分ね、こんなんで大丈夫なのみたいなね。ああいいですね。ちょっとじゃあ楽しみに、ちょっと一回まずね履かせていただきます、はい、では足入れさせていただきます。いやーなんかね久しぶりなのかね、いや多分僕ね安田はね初なんですよ。あ、そうなんですか、はい、すげえこのソールの感じが履いたファーストインプレッションですけどやっぱ違いますね。ね、平たい感じ。そうですね。おー、ちょっと今ね足を入れてみました。さあ、今ですね足入れさせていただきました。ちょっとシューレースもね結んでみたんですけど、いやーこうなんか懐かしいフィット感ですね、やっぱりね。そうですね、うん、立った感じがやっぱりあのソールの1枚のプレートっていう感じが
あるんで、もう本当に昔ながらで懐かしいシューズだと思いますね。本当こう、あの凹凸がないソールの印象ですね。まっすぐ本当に平たい感じで、ただあれですね、結構ラストがいい感じに、そんなにすごい幅が広いっていうわけでもないんで、ちょうどいいフィット感で、かつステッチも多く入ってるんで、そこまであの全体的に伸びすぎないような作りなので、最初に履いた感覚、まあ、ちょっときついかなぐらいで履き慣らしていくのがベストな感じかなと思います、ね、あ確かに僕いつも27なんですけど、はいはいはい、今おっしゃっていただいた通りちょっと緩い感じしますね。あなるほど、だから、うん、ワンサイズ下げてもいいぐらい、はいはいはい、26.5 とかでワンサイズ下げても本当にちょうどいいぐらいですね。あこれだから、おなんかあの本当に足の裏が平たい感じするから、気になる人はインソールとか入れたらね、そうですね、いいかもしれないですね。そこでちょっとあのクッション性だったりっていうのをプラスした方がいいかもしれない、ね、いいかもしれないですよね。僕いつもインソール勧めてもらったのを履いてるから、はいはいはい、インソール入れたらすごくいつも履いてるシューズ感で、うんうん、なんか懐かしいそうですねさを味わえるみたいな感じがすごいしますね。これアッパーが前のこの部分がカンガルーレザーで、この横のこの部分から人工皮革になります。あほんとでもなんか全然感じないですね、全部人工あじゃないや天然皮革なんじゃないかぐらい、ね、そうですね。最近やっぱり人工皮革とかもかなりカンガルーレザーに近い作りになってるんで、違和感なく全然履けるかなと思います。これすごくこうここの部分が薄いので、はいはいはい、薄く感じる、高くなる気がするから、ちょっとやっぱりボレリアとかに比べると革の感じは、まあ、ちょっとまあ薄い、今言ったように薄い作りなので、よりダイレクトにボール感じるっていうのはいいかなと思います、うんうんうん、なんか素足感覚だったり、うんうんうん、ボールすくい上げやすそう、リフティングがすごくうまくできそう、はいはい、ちょっと多分そこも低いと思うんでボールにしっかり下から入るような感じだと思います、ね、あいいですねこれね。いやでもこれ本当に懐かしいって感じなんでしょうね。そうですね、まあ、本当に特にアウトソールの部分とかが今最近だとセパレートで分かれてるソールですけど、これだと1枚のプレートなんで、本当に昔からあるベーシックな作りなの でかつそんなにすごい柔らかいわけでもないんで、ちょっと硬さがある昔の感じなので、本当に懐かしいっていうシューズだとは思いますね、うん、いやいいですね、ドルモデルいいですね。いやもうこれでも十分な気がするんですけどね、さらにトップモデルがあるということで履きやすいです。はい、ちょっとじゃあぜひトップモデル履いてみたいと思います。今左足に、ミドルモデルプロ EX の方履いてますけど、今度はちょっと右足の方にですねプロトップモデルを履かせていただきたいと思います。足入れさせていただきます。これは新井さん、全部そうですね、ほぼ先ほど横の部分が人工だったタイプとはまた別で、そこの部分もカンガルーレザーになるので、より素足感覚、柔らかさ、フィット感に合わせてくると思います。これは柔らかいっすねうん、こう履いてみるとやっぱ違いますね、この反発の具合が。多分インサイドキック蹴った時の感じもちょっと違うんだろうなっていう感じですけど、そうですね、いやでもね全然柔らかい、革が履いてみるとやっぱり横も部分もカンガルーなので、そこの履きやすさ柔らかさっていうのはまた全然違ってくると思いますね。確かに。これどうですかね、なんかシニアでもガチプレイヤーの方がいらっしゃるんですけど、はいはいはい、やっぱり試合用と練習用で住み分けたりするか、もう練習用として、あというかミドルモデルをずっと使った方がいいみたいなのあります？まあ、やっぱり耐久性的には人工皮革が入ってた方が長くは持つってとかあるんですけど、まあ、ただやっぱり安田も今の現代のプレースタイルだったり環境とかに合わせて作ってるので、全然右足のトップモデルの方でも耐久性的には問題なく作ってあるとは思うので、どっちも練習から試合か練習でも試合でも履いて問題ないとは思いますので、うん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 、まあそこまでねビヨーンって伸びすぎるわけじゃないですからね、なんかもうフィット感とか、あとは
おじさんだから高いの買いましょうよって感じですね。あでもやっぱでも履いてみると違いますね。やっぱり若干の履き心地の差は出てくると思いますね、うん、やっぱちょっとこう、うん、なんか微妙なタッチでやっぱ右足の方がしっかりこう馴染んでくれてるのが分かりますね。左の方がちょっと馴染むの時間かかるだろうなとは思うけど、でも全然左の方のタイプでもいいと思いますけど、まあ、どうせだったら右にしちゃいましょうよ、トップにしちゃいましょうよって感じですよね。あとねやっぱこう履いた時のこのソールの感じ ね、このインプレッションもちょっと違いますね。やっぱね黒と白だとこれは完全好みですね。これはもう好み分かれると思いますね。これはね意外とあの人工芝でやること多いと、はいはいはい、チップの黒ずみがね、そうですね、ついちゃうんで、白いやつだとどうしても汚れとかは気になっちゃうかなとは思うんで、そういう点でも真っ黒っていうソールは気にせず履けていいかなと思いますね。あーこれはちょっとぜひオンラインで見ること多いと思うんですけど、履きに来てもらいたいですね。そうですね、やっぱりこの人工革と天然の革のやっぱ履き心地の違いだったり材質触ってみてとかでやっぱり全然違うので、ちょっとこれは画面通してだけじゃわからないとこかなと思うんで、一回履いていただきたいシューズではあります。そうですね、ぜひぜひちょっと本当実際履いてみないと分からなかったり伝わらないところがいっぱいあるんで、ぜひギャラリー2さんに履きに来ていただきたいですね。トップモデルですね、これ。これがもう横の、横からも全面がプレミアムカンガルーレザーでしたっけ。そうです。ヒールの感じもちょっと懐かしい感じですね。そうですね。安田って文字と黒白で統一されてる感じが、うん、これはヒールカップは内蔵ですか。そうですね、内側に入ってるタイプになるんで、うん、まあ、一応でも持った感じは昔みたいにすごい重たいわけではないので、うん、全然重くない、まあ、そこはすごい軽量化してて今のプレイヤーとかでも履きやすいようには作ってあるかなって感じです。昔安田履いてた人からすると懐かしいシューズなんですけど、はいはい、でも昔の安田じゃないですよ、昔の安田じゃないですよ、昔の安田じゃないですよっていう感じですよね。そうですね、やっぱりまんま作るってなるとちょっと今のプレイヤーだと軽くしてほしいっていうのはあると思うので、そう、そこまで真似しちゃうとちょっと履く人は本当に限られてきちゃうんで、うん、確かになんかこんなに軽くなったんだみたいなね。そうですね、軽いっていう、軽いし今の技術で足にも優しいし、でもあの頃の自分たちを思い出せますね、あの頃の自分たちを思い出せます、あの頃の自分たちを思い出せますみたいな。そうですね、あ昔は黒と白のスタイクだけだったりとかの時だと思う。そうですね、この辺はよく履いてみんな履いてたっていうのを聞くんで、これね完全に好みですね。これもうすごいマニアックな好みですけど、そうですね、もうねスパイクっぽい感じっていうか、この革の感じはやっぱりトップの方がすごいいいんですけど、懐かしさを追求するとしたらこっちの方がめちゃめちゃ懐かしい感じがするんですよ。いかにもちょっと運動靴っぽい素材のこのサイドとかがすごい、僕はすごい懐かしいですね。完全に好みですけどね。フィット感とかはもうトップの方が全然いいんですよ、はいはいはい、柔らかいしめちゃめちゃいいんですけど、この革の質感とかがなんかねやっぱちょっとね手が届かなかった革の感じなんですよ、はいはい、で、あ、俺確かねこっち履いてたなみたいな。そうそうそう、なんか一番最初に買ったトレシューっぽいやつとかもこんな素材だったよなみたいな。もちろん今の技術なんで全然当時よりいいんですけど、これ完全に好みですけど、このエナメル感が好きな人は、そうですね、そこの色合いとかもまた絶妙なところだと思いますね。ね、ちょっと EX の方がいいかもねみたいな。あ、これ完全好みですね。いやでもこれはいいですよ。ぜひおじさんプレイヤーの皆さんぜひ来ていただきたいですね。ちょっとこれは試合とかで入ってたら周りの選手たちからも
おってなるような確かに吉野じゃんっつってね、で絶対踏まれるっていう、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。違いないですよね。やっぱり水野というとね、じゃーん、コパムンディアル行ってみたいと。一応これはここの部分は天然なんですけど、まあ、あとは横の人工比較